だいぶ。ワンタさんクッキー、ヨシミさんクッキー、たくさんクッキーさんクッキー、マイちゃんクッキー、スパンテさんクッキー、ありがとう。本当に超激超ピンチやばいです。やばいです本当に。やばいです。昨日自分の配信終わってからルームに入った時に、もうこの状態が常に続いてる感じで、この配信始まったと同時の感じが、えぇ、ー、ってなって、ちょっと頑張らねば。スプマーテさんクッキー、ヤマシンさんクッキー、イケピスさんクッキー、ガクアイムさんクッキー、ありがとう。キヨロさんクッキー、ありがとう。おーおーおー、チョコポップもありがとう。うまちゃん、スプマーテさんクッキーたくさんありがとう。はよ、おはよう。ちょっとね、びっくりしちゃったね。うわ、イベントだってなったの。そう。ヤマシさん、チョコポップ、ありがとう。おはよう、おはよう。マイモンさんクッキーありがとう。そうそう、ユウナン強いの、本当に本当に。それな、まだいけるかな、どうかな。でも最終日までコツコツしたらね、いけるかな。あの後ユウナと会ったんだよね。実はクッキーの話とか特にイベントの話とかはしてないけど、会ったよユウナさんと。カマちゃんクッキーありがとう。ミミさんクッキーありがとう。3期生頑張ろう。で今3期生がみんなそう気持ちがダウンだから、結構どうにかしてみんなの気持ちを上げていきたい。私もダウンなんだけど。よしみさんチョコポップクッキーありがとう。マクトさんクッキー、ラングチキンさんクッキーありがとう。マイモンさんだるま、かまちゃんチコポップありがとう。そう、今日はいつもねちゃんとね椅子に座ってしてるんだけど、寝起きすぎて、そう。今日はチカチカです。いや、おはよう、おはよう。そうだね、まだ諦めちゃいかん。まだ全然諦めてない、まだまだいける、頑張る。うん、そうだね、カラオケ配信とか、このなんだっけ、写真集のイベントは明日までなんだけど、バレンタインは14日までで、バレンタインが終わるまでにカラオケボックスからの配信もしてみたいな。あれからね、軽めのアイス2つ食べた。そう、今日は手持ち、今はアイス2つ食べれた。で、今はもうちょっと飲んだ。うん、ご飯って、ご飯は食べてないかな。でもゼリー系とかなら食べれそうだから今日買おうと思う。はよ、おはよう。で、ご飯が多分一人だと食べようってなる気になれないから、いちごさんを誘ってみた、軽めに行きたいって言っといた、言ってくれるかな。まだいけるか、頑張ります。久しぶりだけど頑張って、ありがとう、頑張るよ。 B 型、今日は何、 B 型メガネ止まる、止まる、なんとか水さんクッキーたくさんありがとう。島さんポップ、よしみさんクッキー、うまちゃんこれは欲しい、きおろさんクッキーありがとう、よしみさんクッキーたくさんありがとう。はよん、うん、バラもありがとう。はよう、おはよう。そうだよね、まだまだいける。めい、めい強止水、めい強止水
明鏡止水使ったことがない。読めないことはないけど使ったことがない。明鏡止水、明鏡止水、明鏡止水。まあ今日これがユニアの学力どんな感じなのかな、気になる人いるよね。夜9時からとっておきの番組があるよ。1億人にバズれんのっていう。ユニアどんぐらい勉強できるんかな、気になる人いるよね。1億人バズれんのっていう番組があるよ今日。そういう話題だよ、見よ。そう、今日は木曜日なので1億人バズれんのの放送日です。私もサムネ見てきました。めっちゃ笑顔です。超笑顔です。私が笑顔な理由、あのタイトルはどういうことなのか、真相が気になる方は夜9時からぜひ見てください。ぜひぜひ見てください。フラグじゃありません、釣りです、冤罪です。あれのことを話したんだって、いちごに ねサムネがーって言って「え、思った!」って言われて、そうよね。みんな見てね。そう、アベマで見られます、9時から。冤罪です、冤罪なので、もう私はできたはずです。よしみさんクッキー、ヤマシンさんクッキー、トククさんクッキー、フレッシュイチゴになりたいなさんクッキー、ありがとう。冤罪です、あれは冤罪。ヤシミさんチョコポップ、ありがとう。フリじゃない、フリじゃない、冤罪だ、冤罪だ。ヤマシンさんクッキーありがとう。わかんない、もしかして なんで私、でも確実にあれは誰かがチンカイとか何かしたやつに対して自分が笑ってるんだと思う。私はそんなに変なことをしていない。リアタイしたいって思う。そう、せっかく配信時間かぶってるから、はいね。カラスが鳴いた。カーカー。私カラスの鳴き声うまいよ、きっとって。あーあーあー。どういうこと、わかんない。朝からテンションおかしいよ、本当に。はあ、あ、違う。はあ、はあ、はあ。どっぽい？黒い、やばい。私が主役になったら絶対ない。脇役、雑草 C ぐらい。そう。音階これ何？わかんない。ちょっと。ピアノのそば行かないと分かんない。足残ってる、お母さんから毛玉ってきた。毛玉です。これは小学校6年生ぐらいから来てます。親友とのおそろです。あーあー、これ似てない、つなげありがとう。カラスの声似てると思わない？あああ、カラス、どう似てる？いちごさんだ。ヤマシンさんクッキーありがとう。ああ、ああ、ミズルダマシンさんクッキーありがとう。
今日の朝のツイート、私めっちゃ眠くなりながらさ、ツイートしたんだけど、ちゃんと文字しっかりしてたかな、確認大丈夫かな、多分大丈夫だけど。おはよう、おはよう。こう最近イベントが始まってから、そう、アラームやら同期やら母親だにそう起こしてもらったりして、そうなんとか朝配信できております。よし、しっかりできててよかった、よかった、ちゃんとできてて、あれが見えるよ、昨日のチャイナのコスプレが見えるよ。ほっちゃさん、クッキーありがとう、大丈夫だと不安だな。高圭さん、クッキーありがとう。おはよう。やっぱり朝配信ってさ、そう最近してて思うけど気持ちいいしさ、初めて見てくださる方もいらっしゃるし、良いね。うまちゃん、クッキーありがとう。当分多分バレンタインの期間中はとりあえず朝配信も続けたいなって思います。ヤマシンさん、クッキーありがとう。ヨシミさん、クッキーありがとう。早すぎる、そんな、ありがとうございます。朝いいね、この時間だとみんな通勤中ぐらいかな、まだもう家出てるかな、どうなんだ、人によるか。睡眠今日は取れた、今日は取れた日、今日はあれなの、いちごさんに寝かしつけてもらったから寝れました、いちごありがとう。私人を寝かしつけることはするけど、人に寝かしつけられたのは私珍しいかもしれない。8時過ぎだよ、お、なるほど、もうちょいだけあるのね、そう寝かしつけをしそうだった。いちごさんにありがとう、いちごさん今配信中だからありがとう。あ、今日は休みなの、なるほど、それはいいじゃないですか、何するんですか。いいですね。まだ出かける前。おお、なるほど、なるほど。マンテさん、クッキー、佐藤さん、クッキー、ヤシミさん、クッキー、ありがとう。私は今日は、これっていう用事は特にないけど、うん。バレンタインとかの配信で使うものとかを買いに行こうかなって思うかな。うん。あと部屋のこと、家のこと終わらせたり。今日はご飯どうにか食べれるようになりたい。ご飯を食べよう。一緒に行ってもらうか。でもな、いちごさんはあるしな、今日。内緒。内緒。おはよう、おはよう。のりさん、クッキーありがとう。今日8か、やば、8なのか。よしみさん、チョコポップたくさんありがとう。おはよう、おはよう。春のパムチさんもチョコポップありがとう。やば、もう8なんか、なんかこの間年越したばっかなのに気づいた、もう2月じゃん、もうちょいでバレンタインじゃん、やばくない？なんかさ、アイドルになってからさ、毎日が早い、きっと充実してるからなんだよね、こうやって毎日早く感じるの、もうみんなのおかげ、ありがとう。はるのパーマティさん、クッキーありがとう。でもさ、今月はさ、どちらかというと私は日にちが進んでほしくないから、うん、ヨーローさん、クッキーありがとう。そうだね、写真集は明日の19時59でラストです。
私の目標は短期制で3位以内で、なんて言うんだろう、終わることですね。今ちょうど短期制の中だと3番目かな。この順位をねキープして頑張りたいなって思います。ね、わかる。2月もねあっという間だよね。今月は、今月もこんなに早いけど、もう進まないで、もうここの辺でちょっと一回止まってもらってもいいって感じ。本当にもうこれ以上進んじゃいかない、ダメ。もうこれ以上進まないで。あ、星ありがとうございます。ヨシンさんクッキーありがとう。これ以上進んだらもう25日が近づいちゃう。25日は楽しみな日なのよ。楽しみ、お話し会があるから。でも一社の最後の日だから、それは寂しすぎるから。そう、28のそう公演はで、そう楽しみ。そう、今月はオンラインもあるし直接もあるし公演もあるから、もう楽しみ、超楽しみだけど、25日もう本当にもう寂しいかも。最後だよ、だって今すぐ MV 作りたい。1000万の最低ラインはそう決定したから、フレイ iPhone でもいいから形として3期生14人の MV を撮っちゃいたいぐらい。本当にマクさんクッキー、ヤマシーさんクッキー、タカヤさんクッキーありがとう。作っちゃいたいよ、3期生の、どうにかしてね。あともう一回ぐらい披露するタイミング欲しいよ。マクさんクッキーありがとう。はよ、おはよう。そう、やっぱりさ、やるからにはオリメン全員揃った14人でやりたいから。ウマちゃんクッキー、マクさんクッキーありがとう、クリミーさんクッキーありがとう。そう、全員で作りたいよ MV を、どうにかして。レッツエンジョイさんクッキーありがとう。でもね、リチャってねめっちゃ優しいの。発表した日がその前日に私たちに伝えてくれた日の後に、そのユタイヤーズ一緒に MV できないじゃんって話したら、私は出ることできないけどみんなにやっぱり MV 作ってほしいから最後までそう1億人のバズれ続けるからって言って、それだけでも私頑張るからって言ってくれたのが、もう本当にこういうとこなんだよな、トーキの好きなとこって思って、1億人バズれトーク少しでも協力できるように頑張るからって言ってくれて、やっぱ3期のこういうとこが私好きなんだって思って、りちゃんこういうとこが好きなんだって思って、素敵じゃない。よしみさん、チョコポップとクッキーたくさんありがとう。もう本当にね、同期の絆、この決断するのはねきっとめっちゃ本当に迷ったと思うし、簡単にできる決断じゃないから、お疲れ様だ、頑張った本当に。優しいよねやっぱり、3期生が好きです。もうはよ、おはよう、いい子だよね、本当にそうなの。X はどうなるだろうね、なんかまだ決まってないらしいんだけど、 X ってさ、メンバーさんによって消す方もいればそのままの方もいるし、鍵にして残す方もいらっしゃるじゃん。どうなるんだろうね、
思い出としてやっぱり残しておきたいんだけど、私的にはまあどうなるかは分かんないから。ほう、で、そう、アンナさんは課金してる。そうなのよ。やましいさん、クッキーありがとう。私は全然そんな優しくないよ。全然。おはよう、マキさん、クッキーありがとう。同期っていいね。これからもずっと一緒にいたい。でも3期といえば、イチャがグループ離れても14人なことはそう変わらないから、これからもずっとずっと。私は卒業した後はね、まあ全然しないんだけどね、しないんだけど、 X は残したいなって思うかな。自分が頑張ってきたこととかね、なんかね、支えてもらったことをいつか思い出して振り返ってできるように、自分の支えになると思うし。日頃さん、クッキー、山新さん、クッキー、アーツさん、クッキー、まちゃん、クッキーありがとう、ミリエさん、クッキーありがとう。 X ね、私は残したい派かな。たまに見に来ると思う。残して。わかんない。ずっといるかもしれないし、グループに。グループが好きすぎて在籍しちゃう可能性はあるけど、全然。そう、記録と記憶、そう、本当に。なるみさん、クッキーありがとう。やましいさん、クッキーありがとう。嬉しいね、嬉しいね、同期がいるって。3期生は永遠です、本当に。次とこ、よいしょ、マクさん、クッキーありがとう。おはよう。外明かりがちょっと入ってる、カーテンの隙間から差し込んでくる。なんかちょっと歌詞で絶対あるよね、カーテンの隙間から差し込んでくる光とか絶対あるじゃん、木漏れ日みたいな。配信バトは二度寝どうしようかな、頑張ってご飯食べてみようかな今日は。食べようって思って食べれなかったから、誰かと一緒なら食べれるかも。ヤマシンさん、クッキーありがとう。あ、じゃあ25になったので壇上を読もうと思います。わ、今ピアノそばじゃないからどこどこできない。じゃあ中身しよう。17位カバちゃん、16位福太郎、あと岩水さん、15位ワンタさん、14位春のパン祭り、あとメルカリさん、あ、待って、ランキング変わっちゃった、もう17回いきます。17位ワンタさん、16位春のパン祭りさん、あとメルカリ30点買うべきか、うーん、枝玉いくらなの。15位マエモンさん、14位タカケイさん、13位アーツさん、12位イケピーさん、11位ギゴロウさん、トップ10、10位サトさん、9位タカシアとつまみーさん、8位ミンミーさん、7位B型メイキョウシスイ、合ってるよね、メイキョウシスイさん、6位マクアとつままみーさん、トップ5、5位ヌリエさん、4位ヤマシンさん、3位ウマちゃんアとおつまみん、ハッシュタグユニアを初代モテクイーンにさん、あー嬉しい、
にスプマーテさん、そして今日の1位発表します。ピアノがそばにないからどこで行くできないけど、よし、普段より長めにします。今日の1位の発表します。いきます。ドル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 、今日の輝くべき、ランキング1位の発表があります。どこ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 どん。今日のランキング1位はよしみさんです。ありがとうございます。ありがとう。なんかレコード大賞の発表みたいじゃない？輝く、今年一の輝くべき最優秀賞はみたいな、言いたいこと伝わって伝わってほしいんだけどさ。そうね、こちらこそ朝から来てくれてありがとう。明日もで、バレンタインの終わるまでも朝配信はすると思います。で、土日は分かんない、今のところはできると思うけど、あの昼のも珍しい時間とかに配信をしたりすると思うので、よかったらこれからも見てください。本当にたくさんクッキーね、支えていただきありがとうございます。点差が開いてもどうにかね、食いついて毎日コツコツ配信を続けて、最後は絶対1位になってモテクイーンになれるように頑張ります。本当に頑張ります。そして次の枠は18時半から19時になります。夕方の配信です。お仕事の方もいらっしゃるかもしれないけど時間がある方はぜひ来てください。今日も頑張ろうね。二度寝する。いいね、この時間から寝るの気持ちいいね。いいね、今日も頑張りましょう。お仕事の人頑張って頑張って頑張って頑張れ頑張れ、私も頑張る。あ、それとあれだね、また配信もやってるタイミングだけど、今日の19時からは ST48 3期研究生の冠番組1億人にバズれんのが放送なので、よかったら見てください。今回は なぜかサムネのセンターに私がいる、な謎な回なんですけども、よかったら見てください。そうだよ、なんか食べます。ゼリーでも買いに行こうかな。ゼリーでも買いに行こうと思います。なんか食べます。そう、冤罪なので絶対に、そう、見てください。今回の収録の時ね、なんかね、今回の収録が、先月のいつ頃か忘れたけど、いちごと朝一緒に配信をした日の撮影分なんだけど、そう、なんか私、なんかみんなお腹崩してて、私もお腹痛い中だったからもう死んでたね。その時の面白い写真もあるからまた載せると思います。収録頑張ってきました。そう、でもお腹痛、めっちゃお腹痛い中だったから、多分朝からめっちゃ冷たいパイナップルを食べたことが範囲なんだけど、そう表情に出てないかがそう不安なんですけど、多分どうにかなってます。あ、サムネがめっちゃ笑顔なんで。ってことで今日は終わります。あ、キャピさん、チョコポップありがとう。終わっちゃうけどありがとう。今日はこの辺で終わります。次枠18時半からよろしくお願いします。バイバーイ。